エッペサンドは、デンマークオールボー出身の元サッカー選手。元デンマーク代表。ポジションはフォワード。デンマーク語の発音に近づけて、エッペサンと表記されることもある。1992年に、地元のブレンビー・イーフでデビューし、1999年に、ドイツブンデスリーガのシャルケレイヨンに移籍。シャルケでは2006年に引退するまでの間に214試合に、 出場し73得点を記録、2000から01シーズンには22得点を挙げて、セルゲイ・バルバレスと並びブンデスリーが得点王のタイトルを獲得した。デンマーク代表としては1998年4月22日に行われたノルウェー代表戦でデビュー。同年6月から7月にフランスで行われた1998フィファワールドカップの代表メンバーに選出。 決勝トーナメント1回戦ナイジェリア戦において、交代出場からわずか16秒でゴールを決めたが、この得点はワールドカップ最速記録となっている。その後、2002FIFA ワールドカップ UEFA Euro 2000、UEFA Euro 2004に出場し、代表通算で66試合22ゴールを記録。 2004年6月22日に行われたスウェーデン代表戦を最後に代表から引退した。シャルケとの契約が満了した2006年夏に現役を引退。3度の功績を称え、デンマーク代表と古巣であるブロンビー・イーフとの間で引退記念試合が開催された。現役引退後は母国デンマークのシルケボリー・イーフのスカウトなどを務め、2015年からは、 シャルケレイヨンのスポーツ顧問を務めている。双子の弟、ペーター・サンドもサッカー選手で、主にデンマーク国内リーグでプレーした。ありがとうございます。